こうか。こう向きに。ああ、間違った。間違った。単4やった。なんてことだ。せっかく買ってきたのに。はい、どうも。カエルくんでーす。この間ね、まあ夜、車から帰ってきて降りるときね、小銭かなんか落としてね、探してたんですけど、まあ、ランプ、ね、車にランプついてますけど、ルームランプって暗いじゃないですか。だからね、僕こういう、ライト、これマグライト、随分前にキャンプかなんかするときに買ったやつをそのまま載せてたんですけど、こういうのがね、またね、使いたいときに限ってね、つかないんですよね。さっき電池も変えてみたんですけど、つきません。壊れてる理由がちょっとよくわからない。玉切れ、ちょっとよくわからないんですよね。で、ちょっと困るので、通りがかったところにね、工具屋さんがちょっとあったので、ちょっと寄ってみました。アストロプロダクツの COB スティックライトブラック限定。何が限定なのかはちょっとよくサイトを見たんですけど、ちょっとよくわかりませんでした。投げ売りみたいになってたんでね、安い値段だったので買ってきました。早速開けてみましょうかね。ペンシルタイプのね、LED ライトになってます。この COB っていうのは調べたんですけど、LED の部分なんですが、点点点点点ってついてますけど、点発光じゃなくて面で発光する、まあそういったタイプっていうのがこの、COB というもののようです。ここに書いてありますね。面発光 LED 120ルーメン5時間、電池はね単4電池3本で動きます。電池はね、底の蓋を回して頭がプラスですね。ここをねじって、こうか。プラス。プラス。プラス。電池入れるとね、結構ずっしりしますね。全長が 160mm、 重さが乾電池含まないで 58g です。ちょっとねこうずっしりします。ずっしりした重みがもともとありますけど、電池入れるとねちょっと重たい感じです。投げると危ない感じですね。3W の COB LED を使って 120lumen 単4電池3本で5時間です。やっぱりアルミニウムでできてますね。プラスチックじゃないのでちょっと重たいです。ここね、クリップがついてます。クリップはね、こう回転させることができますから、何かに刺して使うときいいのかな。ここのスイッチを押すとランプがつきます。押しますよ。おー、眩しい眩しい眩しい。これは眩しいね。ちょっと電気消してみましょうか。パソコンモニターがね目の前にあるので、ちょっと後ろ明るくなってますけど、これは明るいね。撮ろうと思えばこれだけで配信できるんじゃないのか。はい、戻しました。LED なんでね、ちょっとこう青白い感じの光ですね。さっきここを見て、こうね、点じゃなくて面発光とか言いましたけど、実際にどう光ってるのかはもう明るすぎて見ることはできません。そのくらい明るいです。じゃあこれね、今度から車に積んで、まあ使っていこうかなと思います。エンジンルームとかのちょっとした作業とかはいいかもね、これね。はい。以上、アストロプロダクツ。COB スティックライト、一応これ限定品となってますけど、似たようなものがねお店に何種類かねありました。多分ここの明るさとか、
構時間がね違うんだと思いますけど、まあ、似たようなものありました。下の方にもねリンクは貼っておこうと思いますから、ぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。あと言い忘れてました。言い忘れて、これね重たいと思ったんですけど、これ中にね磁石が入ってるそうです。ここに書いてありましたね。ここか。ペンクリップにはマグネットが内蔵されているので金属面に貼り付け可能だそうです。車のボディとかにはくっつくんでしょうね。ちょっと今手元にねなんか鉄っぽいものがないので、ごめんなさい、試せないんですけど、そういった機能も、あるようです。それじゃあ。